レオポルト6世は、バーベンベルク家の第4代オーストリア公。第2代オーストリア公、レオポルト5世と、ハンガリー王、ゲーザ2世の娘イロナの次男で、第3代オーストリア公、フリードリヒ1世の弟、バーベンベルクや統治時代の最盛期を築いた。1九9四年に、父が自己死した後は、長兄のフリードリヒ一世が、オーストリア皇を継ぎ、自らは、 シュタヤーマルク公となった。しかし、兄が1198年に死しなく沈没したため、オーストリア公くら位を継いだ。即位後は、自らの権力強化を狙って支配下における貴族、領主層を圧迫し、様々な理由をつけては昭援を没収した。その一方で、父が教皇に破門されて、以来の教会との関係修復を図って、自ら、 第五回十字軍に参加したり、京都を積極的に弾圧したりした。1215年に新生ローマ帝国で、ベルフ家の夫を四世と訪遠したウフェン家のフリードリヒ二世による継承争いが起こると、フリードリヒ二世に協力して、その勝利に貢献した。これにより訪遠したウフェン家と親密となり、フリードリヒ二世の長男ハインリヒに娘を嫁がせて、新聖ローマ帝国と、 友好関係を保つ一方、その文化の導入や交易などで様々な利益を上げた。また、ウィーンの整備、拡張にも積極的で、現在におけるウィーンの基礎はこの時代に築かれている。このように、内政、外交で多くの成果を上げて、バーベンベルク家の全盛期が築かれた。1230年に、レオポルトの仲介により、皇帝フリードリヒ二世と、 教皇グレゴリウス9世の間にサンジェルマーノワギが成立。しかしレオポルトはサンジェルマーノにて急病で死去した。55歳没。レオポルト自身が創建したリリエンフェルト修道院に埋葬された。長男と次男は創生のため、三男のフリードリヒ2世が後を継いだ。先代のフリードリヒに工遇された同時代の結出した政治詩人。 バルター・フォンデア・フォーゲルバイでは、レオポルト六世関連の歌を数多く歌っている。例えば、1200年5月28日のレオポルトの騎士助人式あるいは1203年11月の結婚祝いに際しては、世にある人で何人か、ウィーンの館の誉れのために、我らが受けた賜物ものよりも大きい賜物ものを見たといおうか、と、ウィーン宮廷での祝宴を賛美する歌を歌っている。 一方、成立時期不明の他の人々には恩恵が施されるが、詩人に対しては幸せの門は閉ざされてと恨む詩もある。1217年1月にレオポルトが十字軍に出発すると、ビーンの館を基人化して、屋根は旧果て壁は崩れると嘆かせている。1219年1月にレオポルトが十字軍から帰還すると、あなたは太陽を、 おとげなされたと歓迎している。その他の歌も含めて、バルターの歌の数々は、当代の歌人にとって、レオポルトの宮廷がいかに憧れの的であったかを示している。1203年、東ローマ帝国王女、テオドラ・アンゲリナと結婚。ありがとうございます。